ドジャース大谷翔平投手の一歩目に注目が集まっている。ドジャース公式ブログドジャーインサイダーでは、キャリー・オスボーン氏が大谷の急成長と題して走塁面での進化を記している。ただ、状況判断の良さは表面的に見えるものではないため数値で、大谷の凄みを評価した。それは打席を出る速さだった。大谷は一塁までの距離である90フィート約 27.4 メートルのうち、45フィート約 13.7 メートルまでのスプリントスピードでは MLB トップ10に入る速さだという。盗塁についても言及し今季は41盗塁ペースで、次が通算100盗塁だ。大谷はここまで 100% の成功率だと紹介した。投手としてプレーしない今季は持ち前の脚力をさらに発揮できる。強みを強化した大谷は、誰にも止められない。野球でなくても陸上で短距離、リレーで活躍できたと思うわ。陸上に専念したら体の鍛え方も違うやろうけどスポーツの天才やな。明日の移動日は一日きっちり休んで、床屋へ行って、さっぱりして、紳士なけで活躍してほしい。イチローもそうやったけど、振り抜いた瞬間に足が出てる。その最初の一歩の足の出方が走者の時と同じ速さなんよな。大谷が MLB で新たな歴史を築き続けてくれているが、レジェンドイチローと合わせて日本人として本当に誇らしい二人だ。MVP でありながら、誰よりもチームのために野球ができるのがこの人のすごいところ。人間性が出ますわ。大谷もあれだけホームラン打ちながらこの盗塁数はすごいなと思う。野球を楽しんでますな。エンゼルス時代は大差をつけられている時にホームランを打ってもすごくつまらなさそうやったから。打ってよし、走ってよし申し分ない。調子良ければ来年は10勝も、ドジャースもいい選手獲得したな。このまま行けば世界で一番盗塁した投手として名も刻める。本当にすごい選手だ。投げて、打って、おまけに走れるんだから、怪物としか言いようがない、唯一無二のロックツールプレイヤーだ。